はい、こんにちは、ライムです。ということで、レストインピース鳥山明先生ということで、今回はラビネスダンジョン風属性新ガチャ性能解説やっていきたいなと思います。あれだね、今もうだいぶ X とか見てると、もう鳥山先生の話題しかないという感じですね。まあ、僕も結構スクエニ好きだし、元はもちろんエニックスとスクエア好きでね、FF、僕 FF より前にドラクエから入ってるんで、ゲームは。FF の方が後なんですよ。だからどちらかっていうと幼少期の思い出で言ったらドラクエの方が強いんだよね、僕は。普通にドラクエ、初めてやったドラクエが多分3かな、3か2かだったと思うんだよね。でもどっちにしろ1,2,3は結構早い段階でやったんですけど、そうで、まあその当時はね、もちろんそのキャラクターのデザインとかが鳥山先生とは知らなかったけどね、全然知らなかったけど、ただ、多分ね、途中あたりでなんか絵がドラゴンボールに似てるなとかっていう感じにはなったと思うんだけど、明確にどこからっていうのを覚えてないけど、まあ少なくともやっぱり僕はドラクエから入ってるっていうのがあるから、やっぱでかいなって思うね。さっきもね、友達とちょっとその鳥山明さんのね、そのまあ、ドラクエだったりとかクロノトリガーとかね、そういったことに対しての思い出を語ったりとかしてたけど、でかいね、想像以上にでかい。で、あの X でツイートもしたけどさ、あのよくその表現、ゲーマーに対しての表現として、例えばさ、まあ、FF の最弱の、敵キャラとかって何かって言われたらゴブリンって、だいたい FF 好きからするとゴブリンかなって言うと思うんだけど、ドラクエだとそれがスライムになるわけじゃないですか。で、スライムとゴブリンの知名度で言ったら圧倒的にスライムの方がでかいと思うんだよね。で、しかもスライムって名前を聞いたとき、皆さんが何を頭に浮かべるかわかんないけど、僕だったら間違いなくあのドラクエの青い、あのすごくね、単純なイラストのあのスライムが出てくると思うんだよね。で、やっぱりそのまあ例え表現とかするときに、こいつってどれぐらいの強さなのみたいになったときに、これドラクエのスライムぐらいだよって言ったら、あ、じゃあめちゃくちゃ弱いんだってイメージになると思うのね、ゲーマーの人だったら、大抵のゲーマーの人はね。ってことはもうスライムがもう擦り込みのように、前提としてもうスライムイコール弱い、ドラクエのスライムはああいうやつなんだっていう情報が入ってるってことだから、伝わるってことは、それで伝わるってことはさ、そこの違いというか、やっぱすごいなって思った。そう考えるとスライムイコールあれなんだっていう、そうそうそう、だからすごいよね。日本人に対するさ、ミッキーほどはないかもしんないけど、ミッキーに匹敵するぐらいのやっぱ知名度はあると思うんだよな、日本ではね。すごいと思う。まあ、とかくその何、ゲーマーっていう人種に対しての知名度で言えば、ほぼまあ 100% くらいいくんじゃねえかって思うぐらい、 95% はいくんじゃねえかっていう、そんな感じがするよね。あ、ごめんね、全然 FF 関係ない話でごめんなんだけど、まあでもそう、ちょいろいろね、やっぱゲーマーとしてそういったところもちょっと今日はすごく感慨深い日だなっていう、いろいろ思い出に浸って しまったよね、今日はね。すごいわ、鳥山先生ってすごかったんだなって改めて思いましたね。はい、で、出た、全然話関係ないけど、 FF のこのね、 FFRK の風属性のラビリンスダンジョンの話に戻りますね。はい、で、今回ピックアップが風神とバルバリシアということなんですね。まあなんかラビリンスダンジョンの追加ペース早くね、全然間に合ってないんですけどマジで全然、しかもフラグメント2になってからさ、あの
量が増えたじゃないですか、要求量が。要求量さらに増えたし、しおりはガンガン減ってくしで、結構きついよね、最近。ペース速くて。で、まあ今回も、正直そんなに語ることあるかって言われるとないんですけど、まあ今回は短くなるかもしれませんが。とりあえず見ていきましょう。まず風神はクリシンとかありますが、クリシンは特に、だね。他のキャラと変わんないかな、別に。特段。うん。まあ、強いて言うなら、この限界突破レベルプラス1の効果が、やっぱり、魔法無視の専用アビのキャラだと結構相性がいいよっていう感じだね。普通の通常攻撃ではカンストしないようなものでも、例えば魔法無視であれば、極端な話、69,999が簡単に出たりとかで、そういったこともあるので、まあ、こういうキャラに、煙突レベルアップ手段が増えるっていうのは結構強みかなとは思いますね。はい。で、あと風神に新たに、究極神器はこれ復刻なんで割愛するとして、新しく追加されたもので言うと悪神。これはまあ他のキャラと変わんないかな。風浴び使用するたびに6回連続の攻撃と短時間自身の活属性レベル1段階アップ。これも普通に強いけどね。めちゃめちゃ強い。無難に強いというか。そんな感じになってます。ぜひね、風神使いを狙っていきたい感じ。で、あと第 2D 格出ました。ローブオブロード。こちら、自身の魔力と精神アップ大。さらに、風浴びに使用するたびに追撃、烈風最大2回。敵単体に6回連続の風無属性魔法攻撃。で、モード2の追撃で自身の ATB 蓄積時間2回短縮、風浴びの待機時間2ターンなしにするということで、モード2はちょっと難しいんだけど、まあ、ATB 半分が2回ってことと、あと待機時間2ターンなしってことで、まあ、大体時間的に言えば、1.5 回分ぐらいは、多く動けるっていうことかな。まあ一旦はちょっとデュアルシフトからの攻撃に費やしちゃうっていうのはあるんだけどね。まあそのまあ短い間に攻撃をささっと叩き込んでフェーズをまたぐとか、まああるいは食らいたくない攻撃の前にこれ挟んで、まあささっと攻撃して、まあフェーズ以降なり戦闘を終わらせるとか。一応そういった立ち回りができたりするから、使い方次第では非常に、まあ、強力な追撃になってんのかなというところですかね。はい。モード1よりは基本的には上位互換かな。モード1が、3回使ったら、モード2がね、3回使ったら終わってしまうタイプなので、それを考えると、モード2 1回だけで、モード1に戻れて、そのままずっと戦っていけるっていう方が都合はいいかなという感じがします。まあ別に必須じゃないけどね。もう D 格、第一 D 格持ってるんだったら、まあ、無理して取る必要ないけど、他の例えばクリシンとか悪神狙ってる時にこの第二 D 格が、まあ、たまたまポロって出ればラッキーかなみたいな、それぐらいかなと思います。じゃあ風神の総評でいくとですね、まあ順当な強化っていう感じかな。別にこの ATB2 回短縮っていうだけで別にぶっ壊れってわけじゃ全然ないので、うん、まあ今あるものにもうちょっと強くしたよぐらいのスパイスを効かせたぐらいの程度で、まあ別にあってもなくてもっていう感じは、さっき言った通り第一輪郭で全然代用自体はできるんで、もう問題ないかなっていう、問題ない範囲だね。で、あとはまあクリシンがですね、もともと風神の専用アビが魔法無視なんで、魔法無視がある分、うん、最後の一発はそっちが優先されるから、あんまり防御貫通が意味がないっていうか、残りの4発分のところはもちろんね、防御貫通中のところが乗っかってくるからいいんですけど、だから他キャラに比べると若干一発分だけ損してる感じはあるかな。まあいずれにしても今回の風神に関しては評価特に変わんないね。もともとある評価からまあそのまんまって感じだね。平行線というか、うん、まあよ、まあ強くはなったと思うけど、それでなんかすごく劇的になんか今まで勝てなかったところが勝てるようになったとかっていうわけじゃないと思う。単純にそれは必殺技の種類が増えて、
ただ立ち回りというか、ただ厚くなったってだけ、キャラとしての厚みが出ただけだから、別にそれはなんか別のキャラでも変わんないと思うので、うん、まあ別にって感じかな。究極審議ぐらいまでの必殺があれば特に今の風神の評価変わんないですね。まあ強いです。強いんで、元々の風神使いの方とかこれから風神使いたい方はいいかもしんない。今回 D 格究極審議クリシン悪神っていうね、今欲しい必殺技全部入ってるから風神の入門セットとしては結構ちょうどいいかもしんない。あとは星6戦に確かもうあれで交換できると思うんで、アニマレンズ交換所で確かできると思うんで、まあそれさえ集めていただければもう万々歳かなっていうとこですね。はい。で、あと次バルバリシアなんですけど、バルバリシアも特にだな。バルバリシア、うん、あ、そうだ、今回ね、バルバリシアのこのクリスタルフォースがね、なんか他のキャラより優遇されてんだよね。全体的に優遇されてるというか、このクリスタルフォースが短時間味方全体の活属性攻撃力レベル3段階アップなんだよね。結構わかるよね。その代わり、その自分に対しての2ターンダメージアップ中とかそういったものないんだけど、でも短時間だけど味方全体に3段階アップって結構強いよね。だから使いようによっては非常に凶悪ですね。あの後半とかで例えば属性攻撃デバフマイナス3とかされてもこれで一気に上書きできちゃうし、うん、まあ結構強そうだなっていう感じがありますね。で、あともう一つね、バルバリシア新しい専用アビリティが追加されたんですね。第二専用アビ、対象単体に待機時間の長い7回連続の数属性魔法攻撃。ミールストームって聞くと、まあ FF 勢からすると HP1 になるのって思うけどミールストームって HP1 になるイメージすごいよね。まあただバルバレッシオンが使うやつは、まあさすがに敵のね HP1 にしてはぶっ壊れすぎるんで7回攻撃っていうことになりましたけど、これ待機時間の長いやつだね。たまにあるよねこれ系ね。で、元々のバルバリシアの第一専用アビが待機時間なしで対象単体に5回攻撃っていう、結構第二専用アビと真逆の性質を持った専用アビで、あんまり火力出なかったんだよね。5回攻撃っていうこともあるし、あとゲージが溜めにくかったりとか、そういった問題があったんですけど、一応ミールストームに関しては火力もちゃんと出るっていうところだね。で、話しておきたいのが、もうここまでだったら別に他のキャラと変わんないから話す必要なかったんだけど、この英雄戦闇極化の内容が、対象単体に7回連続の数属性魔法攻撃、つまり待機時間長いが消された上で、3回使用すると幻突レベル1アップになってんだよね。これが似たようなキャラで言うと、セブン、霊式の。霊式のセブンがですね、同じく待機時間が長い7回攻撃なんだけど、英雄戦闇極化でも待機時間が長さがね、普通になるだけで、この括弧内の3回使用すると限界突破レベル1アップの部分がないんだよね。だから、幻突レベルアップの部分だけ優遇されてんだよね、バルバリシアが。なぜか。まあ多分使用率の問題かなって思うけど、セブンとバルバリシア比べた時に、多分バルバリシアの方が圧倒的に使ってる人少ないんだろうね、きっとね。多分運営さんはもちろん使用キャラの使用率なんかは 100% 見れてるわけで、うん、ってことを考えると、まあバルバリシア強くした方がいいんじゃないかっていうことなんでしょう、きっと。多分そういうことだと思うんだけど、うーんって思う。セブンはね、霊式が結構氷属性で統一できた、まあ僕自身も氷属性統一で使ったりとかしてるし、あと氷属性の普通の属性パーティーでもセブンの使用率かなり高いからね。星ランチェーンも持ってるしね、氷属性耐性ダウンもできるわけだから、それは使用率上がるわっていう感じなんだけど、うんってとこかなって思ってる。結構運営さん今までの感じ見るとキャラのね使用率見て必殺技の内容も決めてる感じがあるんで、こんな感じなんでしょう今回にしてもね。はい。で、あとは、バルバリシア星7戦技が実装されてます。まあ悪神ももちろんね実装されて、こちらは8回攻撃の追撃が発動するっていうことで、その代わりあの封刃にあったような短時間のバフはないね、8回攻撃の攻撃特化って感じ。
で、バルバリシアの星七戦技、こちら自身が風浴び使用時追撃、連戦撃バルバリシア4回攻撃の攻撃と、あと2回発動するたびに一定時間味方全体の風属性レベル1段階アップっていうやつ、強いね、めっちゃ強いわこれ。風神の覚醒につい覚醒の追撃みたいな内容、セラフィーのシンクロの追撃みたいな、あれと似たような効果だね。非常に強力です、これ。しかも無条件だからね、必殺ゲージと待機時間なし、さらに ATB なしにしてこれが発動できるんだから、持ち毒ですよ、使い毒、使うだけで強い、どんな場面でもめちゃめちゃ強いね、これ爆裂に強い。でしかもさっきのアクセル審議で組み合わせると12回の追撃だからね、さすがに12回の攻撃だったら火力に影響するよね。だって例えば一発5000だったとして、それかける12だよ、6万のダメージってことだからね、一発5000でもバカになんないよね。それをアビリティで攻撃するたびだから、例えばこの星名戦技の一定時間多分15秒間だと思うんだけど、15秒間に6回攻撃できたとしたら6万かける6だよ、36万だからね、オバフロ一発分の、オバフロ奥義一発分の差ぐらいにはなるわけだから、これでかいよね。しかももちろんチェインも稼げるわけだからさ、そう考えたつえ、しかも2回ごとにさ数攻撃力レベル1段階アップだから、その総合ダメージ、味方全体の総合ダメージまで考えたらもっと火力が上がるってことだよね。うん、まあだいたい50万ぐらい、雑に計算しても50万ぐらいは、まあ、ダメージ見込めるんじゃない、この戦技とアクセル審議併用するだけで。そう考えるとめっちゃ強いなって僕は思います。丸はい。で、あとまあ総評ということになりますが、バルバリッシュはね、ちょっとまあ ATB 短縮のシンクロがね、その ATB 短縮できるっていう意味では非常にまあ強かったんだけど、条件がめんどくさい。ダメージ軽減バリアを張ってる状態でシンクロアビを使用した時に ATB 短縮みたいな効果、エースに似てるよね。エースのシンクロもそうだよね。分身状態の時にシンクロアビで攻撃すると ATB 短縮みたいな内容で、クリスタル審議と相性悪い。上書きしちゃうとシンクロアビが使えなくなるってことは、まあそう、 ATB も短縮できなくなるので相性悪いよね。で、まあ逆のパターンね、先にクリシン打ってからシンクロ打つっていう手もあるけど、そうなるとクリスタルホース使えなくなるからね。さっき言ったあの味方全体に数属性攻撃をプラス3段階のやつ使えなくなるんで、まあどっち先に行ってもあんまり相性良くないかなっていうところが難点。まあ、もちろん無理にシンクロ使う必要は全然ないわけですが、別にシンクロと、まあ使いたいのであればシンクロと D 角併用して使うとかみたいなね、立ち回りでもいいし、結局その辺は皆さんの次第ということになります。ただ今回いいのもらったなと思うのは7回攻撃の第2戦予備だね。これもらったのでかいと思う。役割としてやっぱ単純な5回攻撃で言うと風神に全然ボロ負けだったんだよね。完全介護感というか、だって風神はほら4回プラス魔法無視の魔法攻撃ができるから、火力で言えばどう考えても風神の方がどんな場面においても出るっていうことになるわけじゃないですか。そこにおいてそのね、戦予備のアドバンテージは風神に取られていたので、ここに来て第2戦予備で7回攻撃のっていうね、攻撃回数が多いことによる火力の増加でアドバンテージが取れるようになったっていうところ結構でかいと思うね。風神があくまで5回攻撃だから、まあ例えば 39,999×5 だったとしたら20万のダメージだけど、バルバリシアは、28万のダメージになるわけだ。そのかける、例えば D 角と究極併用してたらかけるそれの4ってことになるからね、全然違うよね。だから32万差になるのか、風神とバルバリシアじゃ一ターンで 39,999×5×4 と 39,999×7×4 で32万の差かな。ま、計算間違ってる、暗算間違ってたらごめんなんだけど、多分そんぐらいの差になってくるから、それをしかも例えばね5ターンとか繰り返したらさらに5ターンかける32になるわけだからね、その差がで考えると相当でけえじゃん。
ダメージ150万ぐらい変わってくるってことだよ。全然違うね。そう考えると。まあもちろんこれ前提として、その39,099が全部カンストしてるっていうのが最低条件の話なんだけどね。だから、まあ敵が硬ければ封刃が強いし、敵が柔らかかったらバルバリシアが強いっていう感じかな。だからラビダン680ぐらいまでは、まあ今後、バルバリシア無双できるよっていう感じかな。もうね、最近のドゥームズデイとかさ、まあ、その他、高難度、爆裂に硬い敵たまにいるじゃん。そんな感じがあるんで、まあそこら辺は結局使い分けというか、そんな感じだと思うので、別にどっちが良し悪しっていうわけじゃないと思う。ただ普通に封刃に匹敵するくらいの強さには並んだかなっていう感じがあるんで、非常に今回の、ガチャ有意義なんじゃないかな。バルバリシア狙いで行く方とか、バルバリシア推しの方からすればね、そんな感じがします。まああとザックスについてはまあ全部復刻なんで割愛だね。過去の解説動画見てくれ。はい、といったところで長々と語ってきましたが、まとめ、新ガチャ引くべきか。今回のガチャ完全にもう風魔法の手持ちが薄い人向けっていうことになってます。で、封刃もバルバリシアも全然当たりなんで、風魔法弱点で苦戦してるっていう方だったらフェス捨ててれば回すガチャは全然ある。うん、この感じだとフェスだと多分風属性のキャラ出ないっていうことになると思うんで、いいんじゃないかなと思う。引いて全然弱い人はね、弱い人引いても、逆にもう揃ってる人とか、もうドゥームズデイとかね、そういう属性ダンジョンとかもう勝てちゃってるよって人は、まああえて引く必要なさそうかなっていう、スルーでも良さそうかなっていう感じがする。まあ、強いとは言ったけど、特別なんかすごくぶっ壊れかってやるとそういうわけじゃないんで、本当にさっき言った通り順当な強化って感じなので、うん、まあ封刃入門にも今回良さそうだし、 D 角からね欲しいやつ全部入ってるからだし、まあだから風魔法薄い方は良さそうだねっていう、そんな感じです。結構ピンポイントな感じがあるんで、これはもう皆さんの手持ちと相談してみてください。はい、といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。